もともと小さい頃から刑事ドラマを見ていて、警察官という仕事はとても憧れの存在でした。中学校の頃、最寄りの近くの駅の交番にお巡りさん、女性のお巡りさんが立っていて、こんなに身近に女性のお巡りさんがいるということを知って、私も困っている人たちを助ける女性のお巡りさんになりたいなと思ったのがきっかけです。警察官はいろんな現場に行きます。事故や事件、あとは家族でのトラブルなど、いろいろな現場で困っている人たちが110番をしているので、その方々のトラブルを解決した際、ありがとうと言われることが一番のやりがいです。警察官の試験では筆記試験と体力試験があります。普段の学校の勉強をしっかりと行い、明るく元気で過ごしていれば警察官になれるので頑張ってください。それではパトカーの中を紹介します。まずこちらのボタンがパトカーの赤いランプをつけるボタンになります。主にパトロールをするときに使います。次にこちらのボタンがパトカーの赤いランプを上に上げるときに使います。主に事故の現場で使います。次にこちらのボタンがパトカーのサイレンを鳴らすボタンになります。主に現場に急いで行かなきゃいけないときに使ったりします。警察官は困っている人を助けるヒーローのような存在です。もし警察官になりたいという方々がいましたら、私と一緒に仕事をできるように、日々の勉強を頑張ってください。